ヘンリー・テイラーは、イギリス・イングランド・オールダム出身のイギリス人、男子競泳選手。1908年ロンドンオリンピックで400メートル、自由型、1500メートル自由型、800メートル、リレーで3冠を達成した。ストックホルムオリンピックとアントワープオリンピックでも、銅メダルを獲得した。中間大会である1906年、アテネオリンピックでも、 金銀銅の三つのメダルを獲得している。現在では中間大会といわれる1906年アテネオ,オリンピックでテイラーはメダルを期待されていなかったが1マイル自由型で金メダルを獲得した。さらに400メートル自由型で銀メダル、4250メートルリレーで銅メダルと合計三つのメダルを獲得した。絶好調で臨んだ。 ロンドンオリンピックでテイラーは400メートル自由型、1500メートル自由型、800メートルリレーの3冠を達成した。イギリス競泳史上の輪三冠3達成者は2017年現在でもテイラーのみ、さらに3種目とも世界新記録での優勝だった。27歳となり、前世紀は杉田が800メートルリレーで3大会連続となる銅メダルを獲得した。 4 0 0ル自由型では準決勝敗退。1 5 0 0ル自由型は準決勝途中棄権だった。35歳での参加になったが8 0 0ルリレーで4大会連続となる銅メダルを獲得した。4 0 0ル自由型では予選敗退。1 5 0 0ル自由型は予選で途中棄権した。1969年国際水泳伝道入りを果たした。 ありがとうございます。